がいっぱいあるんですが、今日は朝ブータンのスタジオの撮影があってからの今これドラマの現場の控え室です。なので荷物がちょっと今日終日なんですごいいっぱいあるんだけど、基本的にすごい私いっぱいいろんなものを持って行動したいっていうか、ないとなんか不安じゃないですけど、あった方がなんかいろんなことを外に出てしたいなと思って、すごいたくさん行動入ってました。でまずこれね、これ今現場ではだいたい多分どこの現場もそうなのかなと思うんですけど、フェイスシールドをつけて撮影をしてて、ドラマの撮影ってなんかドライっていうなんかリハーサルみたいのがあって、でその後セットを技術さんにしていただいた後にテストがあって本番みたいな感じなんだけど、その本番の前のテストまではこれをつけてお芝居やってます。で本番の時に撮ってやるみたいな。だからもうその本番以外は基本的にもうみんなずっとこれで距離を取って今撮影をしてる感じです。でこのマイバッグみたいのも一緒にいただいて、この中に台本入れたりとかお水入れたりとかして現場に今、行ってる感じです。で、これから、私の、バッグの中身を、ご紹介させていただきたいと思います。バッグの中身、もうまず自分が、私はちょっと仕事とか普段一日中外に出る時とかもう大きいバッグじゃないとダメなんですよ。もう、まあ、今日は特にすごい多いですけど、何でもかんでも入れて外に出たい方なんで、まずね、今ドラマの、ゲストをやらせていただいているのが、これが未満警察っていう中島健人くんとセクシー&ゾーンの違うセクシーゾーンの中島健人くん今、はい、未満警察っていうドラマの、ゲストを6話と7話でやらせていただいていて、セクシーゾーンの中島健人くんと平野くん、平野翔くん、キング&プリンスキング&プリンスの平野翔くんが、主演を務めてるドラマの6話と7話のゲストをやらせてるので、まあ台本ですね、台本。はい、で結構今結構この撮影が、まあ皆さん見ていただいたらちょっとさせていただけるかもしれないんですけど、すごい結構ヘビーな撮影で、本当に終日同じ場所でずっと撮影してるんで、いろんなものを持ってるんですけど、まあ普通にお水、がね、この中にね、クエン酸が入ってるんですよ。でクエン酸入れたお水だとなんかやっぱりちょっと疲れづらかったりとか、あと私はなんか結構胃腸が弱くて疲れたりとかすると、あ、ちょっと待ってください、今メイクさんが、どうぞ、はい、おはようございます、どうぞどうぞ、今ちょっと撮影してます。で、胃腸が結構なんか腸が動かなくなったりとか胃が張ったりとか疲れてくるとするんですけど、このクエン酸をお水に入れて飲み始めてから結構調子がいい、血液もさらさらになるし、まあ、疲労回復ですよね。だからクエン酸を入れた水、あと、まあ、長丁場なんでこうやってここにコーヒー、行きしのなんか道中でコーヒー屋さんを見つけてコーヒーを入れて持ち歩いてます。で、次は、まあ、これは携帯ですね。で、先が、あとね、パソコン、PC、私はもうずっと結構長いこと、5年ぐらい、リーっていう雑誌で連載書かせてもらっていて、頑張って合間を見つけて、これ、連載を書きます、パソコン。あと、財布はね、ピンク。私はお友達でもあり、ファッションエディター&先生術もやっている青津くんって友達が、今年運気がいいのはなんかパステルピンクとパステルイエローみたいな、パステルイエローの財布がなんか非常に運気が上がるっていうので、今年の年末に、家族で
って言った海外ハワイで買いました。あとはね、これは、はい、これ撮影セットです。本当に今回のゲームすごい作れて、しょっぱいものとか辛いものとか食べたくなるんですよ。その時にすごくいいのがこの玉ねぎ醤油二度漬けのあれで、みんなめっちゃくちゃ疲れた体に染みて、なんかセブンイレブンとかでちっちゃいカップで食べてます。すごい疲れた時は、ちょっと塩分取りすぎかもしれないけど、おすすめです。なんかチョコとかも入ってますけど、こんな感じ。そう、飴をつまんでまだまだいますよ。あとまあ化粧ポーチでしょ。化粧ポーチ、あと帽子、帽子です。これ帰るときにも髪が結構セットしてもらったりするんですけど、楽に帰りたいときは帽子かぶって帰ります。あとこれはペンケース、エトロの方から名前入れていただいてリフティングしてもらったんですけど、いろんなペンが入ったりとか、あとこれお金を、例えば子供のお母さん同士でなんかちょっとお金をちょっと借りて、ちっちゃいお金だけどお返しするときとか、知り合いの方にもお金をちょっと返しするときとかにこれに入れてお返しをするようにしてます。これいつもペンケースに入れてますね。あ、なんかお守りとかも入ってるかも。お守りも入ってる。内部、多分伊勢神宮にいた友人ができてくれました。あと、あ、これはね、なんか息子がね、なんかある日、今年の頭にやってた舞台の見に来てる子供が、その後になんかね、お手紙書いてくれたやつなんですけど、宝物ですね。こんな感じかな。これはペンケース、ペンケースです。この台本とかになんかいろいろ読み込むときにいろいろ書いたりするんで、あとはね、キーケースでしょ。ちょっといっぱいあって閉まんないけど、キーケース、あとはメガ、メガネ、メガネですね。ちょっと視力が下がってきたんで、最近視力が入ったメガネを作りました。あとは、いっぱいある、まだまだだ。あとこれはもう一応なんか、なんだろう、ウイルスとか花粉とか、いわゆるそういうものをこう除菌スプレーか、除菌スプレーね。これ光触媒の力で、なんかね、こうやってつける、振り付けると半永久的に効くらしい。光触媒の顔にも OK みたいなやつです。が除菌スプレー。あとはね、これ、イヤホンでした。これは肩甲骨をこうやって伸ばす楽だっていうあれなのかな、そうなんですけど、こうやってやったりとか、こうやってこうやったりとかして肩甲骨をほぐして、なんか肩甲骨と肩甲骨の間に脂肪を燃焼する、なんかツボじゃないけどなんかあるみたいで、そこをほぐすと代謝も上がるし、何よりもすごい楽になるから、これを持ち歩いてます。イヤホンでしょ。あとはマスク、あと鏡なんですけど、これ後ろに名前が書いてあって、これ娘がなんか多分学校の宿泊行事とかで必要だったでしょうね。ここに娘の名前のシールが入ってあるんですけど、この鏡、こんな感じかな。一日外に出るときとか、仕事するときは
ンバッグなんですけど、これがなんか実は、ね、2枚組テントさんで作ってる、そのテントの切れ端みたいなで作ってるバッグなんですけど、これね、小中大ってあって、これが一番大きいんだけど、結構どれもすごい使えるし、ハートポケットがあるっていうのが本当に便利ですね。ドラマの現場やるときと雑誌の撮影のときとかなんかいろいろ持ち物は違うんですけど、あとプライベートでねちょっと出かけるとかってなるともっとちっちゃいバッグも私も使いますし、大きいバッグばっかじゃないんで、なんかその時にはまたこうやってバッグの中身をやらせてもらいたいなって思ってます。とっても重いですけど、はい。